今日はショートケーキ味のそば焼きそばを作って食べてみたいと思います。では作りましょう。まずここを開けます。ここも線まで開けて、はい、中のソースと、うん、中に入ってるソースとカヤック、ね、マヨネーズ取ります。そしてこのここの線までお湯を入れます。長押し、うん、1時間ママがはいって言うまで押して、オッケー、まだまだ、はい、オッケー、蓋を置いて3分待ちます。なのでじゃあまずお湯を捨てます。ここをちぎります。結構多く入れたね、うん、全部水を切ったら全部開けて、全部開けて、いい匂い、全部開けて、おお、いい匂い、はい、まずソースを入れてください。はい、ソースかけて、オッケー、うん、チョコレートじゃん。はい、次に火薬、はい、火薬準備、できました。はい、ちょっと持ってて、では混ぜましょう。もっともっと、どんな匂い？いちごの匂い。次に、マヨネーズをかけます。オッケー、待って、オッケー、はい、じゃあ食べてみてください。オッケー、普通に美味しい。美味しい？うん、食べてみて。甘いね。でも美味しい。では
これで終わります。バイバイ。